おびなたつたえ3月16日昭和55年8月21日は日本の映画俳優。常用漢字ではおびなたつたえと表記する。福岡県小倉市の地元の裕福な名家に生まれる。中学校を卒業後に家族で東京府に移り東京府立園芸学校を卒業後東洋大学へ進む。昭和五年大学卒業後に日活の専属俳優として 姿勢の輝きで、銀幕デビュー。デビュー後に、日活で数作に出演した後、松竹へ遺跡指導者の専属俳優となる。昭和8年、松竹への遺跡当初から、伊豆の踊り子や、出来心などのサイレント作品で主演を務めるなど、同社の若手スターとしての地位を確立した。なお、川端康成の小説を原作とした、伊豆の踊り子は、 帯びが主演を務めた第一作以降、第二次世界大戦後にかけて5作のリメイク版が作られるなど人気の作品となった。1930年代中盤以降に日本映画がトーキー時代に入った後もトーキーの波に乗り遅れる若手俳優が少なくない中で隣の八重ちゃん、一つの低層、若い人など数々の作品で主演、出演し、 長身デスカーフェイスの野生味のある二枚目、若手人気俳優として、昭和初期から第二次世界大戦後にかけての、日本映画の黄金期に高い人気を誇った。また、昭和10年、重州部が、古巣の日活の資本参加を受けて設立した、東京発生映画製作所の立ち上げに、藤井三津宮三井秀夫らと参加し、同社の初の作品である、乾杯。 学生諸君の主演を務めたほか、町のエクボや、若い人、太陽の子など数作に、主役や、主役級で出演した。おゆる大空1937年に、日中戦争が始まった、翌年の昭和13年には、八田なおゆきと共に、新たに同社と資本関係を結んだ東方に移籍した。第二次世界大戦前は、上記のように、小津監督や五所監督、 シゲムネ監督のような大御所監督の作品に主役や主役級で多数出演したほか、日中戦争から大英毎回戦前後には、上海陸戦隊や、燃ゆる大空、南海の花束などの国作映画にも主役や主役級で数多く出演するなど、第一級の活躍を続けた。戦後も銀幕のスターらしく、一家全員で帝国ホテルでホテル暮らしをしつつ、 金色や社や異国農家、この旗に誓う、風雲千両戦など数多くの映画に主役、もしくは主役級で出演した上に、窓から飛び出せで制作業にも進出した。また終戦後にはキャバレーなど事業経営にも進出した。昭和28年、演芸高校時代からの夢を叶えるべく、家族ともども、ブラジルに移民し牧場と農園を運営することを突然発表し、 大きな話題を呼んだ。なお、ブラジルへの出発直前に自宅が火事で、全焼するという災難に見舞われた。ブラジルへの移民後は、実家の4000坪の玉川学園の敷地など膨大な資産と俳優として蓄えた資産を元手に、サンパウロ州文字、ダス・クルーゼス市で牧場の経営を成功させつつ、南米の荒野に叫ぶなど数本の作品に出演、監督した。 昭和34年、アメリカ統治下の沖縄で制作、監督し、同年に、那覇劇場で封切られた、活情物語は、前編沖縄方言で撮影された、世界初の映画作品となった。その後も1960年代にかけて、ブラジルと日本との間を行き来し、数作の作品の制作、監督を行った。その後、1960年半ばに、映画制作、 監督業から引退し、さらにブラジルのサンパウロ州にあるの上を売り払い、アメリカ合衆国の中西部に移る。その後はハワイ州に移り輸入業を始める。その後も膨大な資産をもとに、ハワイで輸入業の傍ら悠々自適な引退生活を送るが、1966年に新金拘束になり、休養を余儀なくされる。1977年には日本に帰国する。 1980年に東京で死去した。ありがとうございます。